須坂市にあるアトリオン製菓。戦後間もない1945年に創業、ヨーグレットやハイレモンなどのお菓子の製造をしてきた明治産業から去年6月に社名を変更し、新たなスタートを切りました。須永さん、ここではどんなお菓子が作られてるの？看板商品のヨーグレットを作っているんだよ。40年以上続くロングセラーなんだ。まずは砂糖や濃縮したヨーグルトなどの原料を混ぜ合わせ、そぼろ状の顆粒を作っていきます。乾燥後、キネで押し固めてタブレット状に。1分間に2500粒のヨーグレットができるんだよ。ところで、須永さんのやりがいってどんなとこ？長く愛されている商品を作ってるんだって思うと頑張れるかな。続いて、キャンディーを作っている製造ラインにやってきたよ。キャンディーを作る上で難しいのはどんなこと？製造から包装、同じ品質を保ち続けることが難しいと思っているよ。製造職以外にも品質管理の門番や味作りの達人など幅広い分野の人材が揃っています。ここではどんな仕事をしているの？今日作ったお菓子のアレルギー検査をしているよ。入社3年目の大和さん、出来上がった商品の検査など品質保証の仕事が担当です。品質保証の仕事って難しそうだよね。商品の小さな変化を見逃すと大きな問題に発展する可能性があるから緊張感のある仕事だよ。でもお客様の安心や安全のため強い責任感を持って日々品質保証の仕事をしているよ。日々新しい商品の開発も行われています。入社10年目、開発部の西尾さんの仕事は商品の企画からマーケティング戦略まで多岐にわたります。商品開発の魅力って何？新商品の発売にはたくさんの課題があって、時には行き詰まっちゃうこともあるけれど、世の中に自分の商品が出回った時の感動はとても嬉しいです。長年キャンディー、グミ、タブレットを作ってきました。その中で培ってきた技術を生かして皆さんがあっと驚くようなワクワクするような商品を作り続けていきたいと思っています。